てなかった。ありますね。恥ずかしいですよね。それ撮れてなかった。こっちでは撮れてる。はい、皆様こんにちは、なりわです。本日はお宅訪問ということで、私のお家に、多摩美術大学の4年生の方が、卒業制作の動画を撮りたいということで、私のインタビューとか撮影をされています。松岡さんという方なんですけれども、その方をご紹介したいと思います。はい、こんにちは。松岡さんです。あ、はい。で初めてお会いしたんですが、もうまるで私の息子のような感じでございます。とっても好感度の高い方でございます。松岡さんは卒業制作のために YouTuber の方のインタビューをされておりまして、ただいま募集中でございますので、皆様我はと思う方はぜひ松岡さんの方に連絡をしてみてください。私の概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらの方でメッセージをしてみてくださいませ。よろしくお願いいたします。あ、それには条件がいくつかあるんですよね。まあそうですね、はい、動画は見ていただいて、はい、まあでもそんな条件に該当されない方でも結構頑張って今からやるぞっていう方でしたら全然大丈夫です。大丈夫ですね。はい、皆様こんにちは、なりわです。私の本日の動画はお願いが少しございまして、YouTuber の方を募集、私ではなくてこの私の前の動画で、ご案内をしておりました、多摩美術大学の4年生の松岡さんという方が卒業制作の企画もので、YouTuber の方のドキュメンタリーの動画を制作したいということで、先日私インタビューやら、取材やら、動画を撮影されて行かれたんですけれども、でそれで松岡さんの方でまだまだYouTuberの方を募集しているということでございますので、ぜひ後ほど私の概要欄の方にリンクを貼っておきますので、その企画取材を受けてもいいよと思っていらっしゃる方が いらっしゃいましたら、ぜひ応募をなさってみてくださいませ。でいろいろ条件があるようでございますが、そんなには気にしないということでございますので、でできましたら関東近縁に住んでいらっしゃる方でお願いしたいということでございました。ぜひ応募の方、私の概要欄に松岡さんの YouTube のリンクを貼っておきますので、そちらの方にご覧になって、ぜひ応募の方お待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。ではなりわでございました。